こんにちは、チョメです。2023年1月の10日やっていきます。前回の動画で YS さんのカスタマイズ気になったので、ちょっと乗ってみようかなと思っております。なんか見かけたカスタマイズで気になったやつ乗っていくか。左上のワルイージのやつとか、あのヨッシーが乗ってるなんかマッハクイーンとか、まあ、そういうシリーズにしてもいいかもしれませんね。街中で 見かけた1位だから尻尾でほらほらほらやっつけるか。このカスタマイズはどうなんだろう。ハンドリング性能はまあまあって感じか。ちょっと滑るねこれ。あのいつもなんて言うんだろうタルフット使ってるから。どこいる、もう一人は。前がキノコ持ってんのか。ファイヤーフラワー注意やな、後ろから。ただ結構差があるな。これはどうしようかね交換しとこう。アイテムはちょっと遅めに出すわ。いいねキノコなんか赤さんとか見えた。前追いつけないか。なるほどね、停止のチートがいるみたいな感じか。持ってた方がいいのかなV2 とか交換するか。一応でも私が赤引いちゃったら前の人がキノコ使ってからでかもしんないからな。なるべくこんな感じになんか追いつきそうだな、ハンドリング性能的に。これ待っときたいんだよな。キノコ頼む。あ、溶けだ。あー、取れなかったアイテム。案外アイテム取れんかったらよかったかもしれない。ここで赤コーラ引いちゃったら大変なことになっちゃう。前の人アイテム交換できんかったらいいな。ここでよし、アイテム交換できないね。オッケーオッケー、ここで赤コーラが出る。オッケー。さあもう最強じゃん私。もう負けませんよ誰にも。あ、やばい、1個しか出んかった。いや、なんか1位になったら緊張しちゃったいや、ここ置いてもいいんだけど、赤コーラ1置かれても大丈夫なようにしときたい。これブーストするのかな。いや、やばいやばい、なんか早く感じる。もう下画面は見ない。とりあえずもうバナナ装備してるから。尻尾かく、尻尾も怖いよね。いや、タルウッドだったらさ逃げ切れるんだけど、普段使わないカスタマイズだったら、いや恐ろしい恐ろしいマジでこれそのまま行けばいい感じ。どうなんだろう、これ空中が早いのかな。まあ、最後キノコがあるからなんとかいけると思うんだけど、ここ引かれんように1000円。後ろの人もなんて、あーやばいやばいやばい、あーやばいやばい、あ怖い怖い怖い、あやばいやばい後ろの人なんかあれかやられてたみたいな感じか。あ、恐ろしかったなはい、ゴール。いやー、でも結構ね走りやすいんじゃないかな。ちょっと滑りやすかったけど、ただここオフロードとかあまり関係ないから大丈夫だったけどね。なんとかキノピオでも逃げ切ることができました。あれから1時間が経過しました。カスタムを元に戻しました。なんかいろんなカスタマイズの人がいますね。あの前のデイジーさんが乗ってるカートってなんだろう。赤タイヤと上、あ、クッパクラウンか。あ、止まってる人いたなんかね、どこもかしこもね、なんか止まってる人が、あ、そっか、止まってる人がいるから、あれか、出ないんだね、サンダーが。前に行かないといけない。スターホジとか手に入れなくていい。あとコインがなくなってる。どうしよう、これ。交換しても弱いよな。でもなんか前行った方が強いよね。ウィジーサーキットだけど。こっから前に行くか。いいアイテム出て。これもう、トゲ、ワンチャンある。あるよな、ワンチャン。どうしよう。これもう1位いく？出るか。あー、出たらトゲが出てる1個ほじればよかったな。大丈夫、まだ2周目だから全然。お父さんがキノコ引いてくれたらいいんだよ。キノコ引いてくれた。あー、ダメだった。あとちょっとごめん、お父さん。即投げだったな、トゲ一気に8。え、なんで8になってんの。え、止まってたじゃん、あの。あ、なるほどね。あれか、一周走ったら動き始めるチートみたいな感じ。なんか面白くなってきたね、これはこれで面白くなってきたね。なんか変な気分だけどな。こっちの方がいいわ。あのサンダーが引けるから取れなかったで、わちゃわちゃした方が絶対面白いよな、サンダーとかいや、デイジーさん普通に走ってるぞ。でも私8位だから絶対チートだよな。デイジーさん一周した記憶がないもん私2人で仲良くになってる。これパワフルだ、どうしよう。いや、もう行くか。前こんな感じに。あ、でもマリオさんが赤コーラ持ってる。6位5位5位、うん、ちょっと調整するあ、ちょっとこの調整ちょっとひどいなこれは順位調整したかったんだけど。いやー、なんで木の位置しか出ないの
ひどいよこれ。しかも後ろのキノピオさんが赤コーラ持ってる、赤コーラ持ってる。いやーこれは防ぐよ防ぐよ。いやーなんかすごいわ。ここでトゲ、え、どうなってんの。父さんトゲ食らったってこと。なんか楽しいから続けよう。次ロックロックマウンテンになりました。じゃあデイジーさんが動き出すからスターフォージでもいいね。で最後パワフルダッシュキノコ引けたらラッキーみたいな感じでいくか。コイン欲しい。で私ちょっとプレイヤーになりましたよ。名前がなんか実況者がよくプレイヤーで走ってるじゃないですか。その理由がよく分かってきましたわ最近。あの私前まではマリオカートってさほとんど投稿してなかったでしょ。あの1ヶ月に1回とかだと。でも最近ってさ私毎日ではないけど3日に1回とかマリオカートの投稿頻度って結構多いじゃないですか。そこそこ多いとこのプレイヤーになっちゃうっていう理由がよくわかる。あ、聞かないでください。まあ中にはプレイヤーで走ってる人も結構おるかもしれんけど。いやー、キノピオさん先行って、あなたに当てたくない私は。だから先行ってくれ。ちいかわのうさぎさんには当てたくない。理由が私6位でアイテム取りたいんですよ。後ろでアイテム取った方がいいアイテムが出るからね。オッケーオッケー、こんな感じ。これでスターをこじれるは最強なんだけどな。キノさんか、どうしよう。あのデイジーさんチートだよな。後ろにミノジコロ投げたいけど当てて仕返しされたりとかしたら嫌だからな。怖いから。なんかドメの人が、あ、ここ前へ捨てとくか。これ持っとってもよかったかもしれないな。絶対いじめに合うからな、こんな感じに。今のは偶然当たっただけだけど。だから気をつけよう。7位か。あの8位の人がサンダー引く読みで行ってもいいのかな。ミノジコロ、あー引かれちゃった。やばい、私がサンダーチャンスになっちゃった。なんかすごい感じになってる。大丈夫これ。私が前に行ってスター引くか。頼む、スター来て。来た来た。なんで緑コロ見つけねえ。後ろに捨てた。怖いな。ここでパワフルダッシュを引けばいいんですよ。結果的に。後ろがサンダー引いてくれたらなんとかなる。いや、トゲかい。トゲはいらない。どうするこれ。もう次のアイテム交換で投げるか。で、ここで。投げてもダメでしょ。他の人の邪魔をするだけだ。はい。誰にも当たらないでしょ、このトゲは。はい。なんかめっちゃ当たってた。この前のところ。もう誰にも迷惑をかけないトゲですよ。これは。はいはいはい。あの、この子さんが待っててくれてる。ありがとう、子さん。なんとか7位になれた。このレースから本気で走ります。ちょっと前まではチートとかそういうのをいろいろ気にしてたけど、なんか普通に走ってる感じだから普通に行こうと思ってる。最初スターとかキノコを取っても前に出たら勝ちみたいな感じで行こう。前の1個レースひどかったな本当。あれ最後のアイテムも悪かったですからね。正直トゲじゃなかったらなんとかちょっとは良かったんですけどね。前に出たい。みんなのラインはこっちを通るんですよ。やばい。これタレントだったら難しいな。で、このヘイホーさんのスリップストリームも欲しかったけど、通れなかった。スイッチはあなたに追いつきますよ。追いついちゃった。やっぱスイッチ遅いよね。あの、ビーダレとかさ、あの、赤いタイヤは。私の方が早いよな。だからどうしても追いついちゃうよな。まあ、陸地では私の方が遅くなっちゃうけど。これ譲るんかな？どうなんだろう。傘持ってるマリオさんとかいるな。普通にここみんな速いみたいな感じだな。なんかここできるかな。ちょっと練習するか。こんな感じだね。デイジーさんにあれか、サンダー引かせるか。ずっとほじってるねトゲ。 NR さんがいつ使うんだろう。最後まで使わないのかな。スター持って前に出るみたいな感じ。ここでアイテム交換する。このアイテムやるのかな。私サンダー引くよ。引けなかった。はい、水中。はい、このアイテムでやるのか。このヒーフォーさんがスター持ってるから9000円。怖い怖い。もういいか。いや、どうしよっか。ここのアイテム取るか。いやー、キノさん。マギオさん止まってる。どうなってんのこれ。
いやー、怖い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 。いけるか。当てられてる。なんかいろいろあったけど、3位になれました。トゲ持ってて、最後に投げられると思って、道を譲ったらなんかいろいろなっちゃった感じなのかな。どうなんだろう。なんかさ、みんな強いと思ったらさ、レートが高かったみんな。まあ、あと2、3レース走りましょうかね。なんか気楽に走れてるよ、でも。私は。さあ、スタートしてくれ。DK ジャングル。どうすればいいのこの部屋だったら。前に出ても追いつけないと思うし、後ろから行くのが一番いいよな、最後の最後。さっきみたいな感じで。即スター使って前に行く感じか。前のスターを怪我してたら後ろから引かれたみたいな感じ。あ、デイジーさんがいなくなってた。おお、びっくりした今の。絶対当たったかと思った私に。当たんなかった。ポイントっていうか。マリオさんと仲良くか。マリオさん、あれかな、やっぱ最下位で取る感じか。結構差がついてるな。私もう行くか。スターで。前に。パワフルか。ここで使ってたな。ここのパワフルでも、正直ちょっと嬉しいよね。あっちのコイン取るか。結構長いから。よし、追いついたの。さっきからごちゃごちゃなレースばっかりしてるから。岩田くんの練習もしないといけない。で、このスターをどこで吐くか。結構団子だ。前のミリオ軍団3人がちょっと離れてるみたいな感じだけど。ちょっと使っとくか。ポジってもいいんだけど。あ、よかった。いやー、どうすんだろう。一応使っとくか。何が起こるかわかんないからな。いやー、まだ使わんか。連打連打。あー、ダメだった。アイテム交換か。もうちょっと遅く使えばよかったか。それアイテム交換でやるよな。普通は。わあ、変なところから出てきちゃった。前の二人が早いな。サンダーしばらく出んな。これは範囲狙いかな。あ、最下位でも出ないよ。あ、ここのパワフラ嬉しい。前のノコノコさん、王さんがここだもん。さあ、私、ノコノコ同士仲間でしょ。だけど、バナナで防げられたか。ここもこっち行くしかないよ。いや、ハカコーラ強い。パワフル今使う？使えんよな、これ。今使っても意味ないもんな。赤コーラもあるしな。最後の最後に行くしかねえ。ここで勝負や。いやー、マリオさん、怖い。当てるか？そのボム。置かれるんじゃない？ボム、逆に。ボムあるよ。ほら、置かれた。危な。なんかそうな気がした。てか、1位早っ。でも、この部屋楽しいから、もうちょっと走っておきたいですね。もしかしたら今日の動画はここで終わって、この続き、また別の動画で撮ってるかもしれない。パートを分けて。まあ、どうなってるかわかんないですけど、切りのいいところで多分終わります。みんな、これ、アイテム取れないな。押される。モグラちゃんがいっぱい出てる。全然被弾してない、私ファイヤーフラワーとか。なんかすごくね、私、全然ファイヤーフラワーとか被弾してないぞ、そしたら。アイテムも取れないし、なんかめっちゃすり抜けてんだけど、コインも取れない。7位かってめっちゃ、すっごい団子だよ。王さんが、なんかスリップコリームとかで抜け出した感じかな。7位で取るアイテム。どこのアイテム取る？このアイテム取るか。あ、怖いな、あのボム。外のコイン1枚だけ取るか。すっげえ、この団子ちゃん。最後のサードさんが、サンダー、引いたら抜けるみたいな感じ。これ団子だから絶対スター持っとった方がいいわ、ね、こんな感じで。何が起こるか分かんないしな。どうする？焦げか。焦げでもスター持ってるから。すげえ団子。実力が拮抗してんだろうな。多分誰も引かれないし、あのボム怖いの。置かれるんじゃない？あそこさすがに。置かれんか。ずっと持ってる感じなのかな。テープさんは普段は前の人が、ちょっと行くか、こうやって。前のキノピオも持ってるね、キノさんみたいな。そんななかなか出ないね。後ろのメディオさんに緑コーラ当てられたら怖いけど。なんかみんな早いよ、めっちゃ。マジで。どこでこのスターを使うかっていうのが大事になってる。マジで。どうする？最後のアイテム見ないと。引かれちゃった。ああ、ダメだ。これはどうする？キノピオさん前行く？行くね。私がサンダーちゃん。これで最下位だもんな、私。
のさんとか追いつけるかこれ。最後の束縛やな。8位まで落ちたってすげえ。すごくないこれ。いやもう行くか前。あっさっさ3段かした。あーキラーでした。どこまで上がれる。すごいマジで単語だこれ。ほい。いやーすごいレースだこれ。